津田圭人です。松本裕樹です。はい、この度僕たちがジュノン2月号に掲載されております。はい、まあ、今回はタイで、まあ、タイでの、まあ、夢のジュノンボーイグランプリタイガーということで、まあ、津田さんは30回のグランプリで、松本さんは31回のグランプリ、はい、まあ、対面したのはその松本さんの31回で津田さんがトロフィーを渡して以来。そうですね、2018年。そうですね。でもそれ以来なんか僕やっぱライバルが増えたっていうことになるじゃないですか。だからちゃんと SNS とかもチェックして、あ、ウルトラマンになったみたいなのをずっとチェックしてました。あ、そうなんですか。ありがとうございます。松本さんのあの時の津田さんの印象ってどんな感じですか。いや、本当に1年先輩ですけど、すごいオーラがありましたね。絶対ない。いや、もううわ、やばっ、なんかドドンってこう迫ってくるような感じで。そうだよ、嬉しいです。今日会ってみて、どうでした、話してみて。あ、なんか久々に会ったらすごく意外と話しやすかった。意外とって。いや、なんかもうちょっと怖いかなと思って。じゃあでも、じゃあ同い年だったんですよ、学年がね。そう、だからそれで今、タメ口で話そうって言ってるんですけど。タメ口はまだちょっと早いです。もうちょっとですよね、もうちょっとかかります。最初書類公募だったと思うんですけど、なんかどんな経緯で応募されましたか。僕は姉が応募してくれました。それでこう、地方予選に進めるよっていう通知が来た時に知らされたというか、そんな感じでした。そうなんだ。じゃあその書類通過までは自分が応募されてるっての知らなかったんだ。知らなかったです。そうなんだ。俺はちょっと違くて、僕は母親の知り合いかな、大阪の方のが応募するしていいって話が来た。でもノリノリで、あ、出してくださいっていう感じだったんで、僕はだから通過する前から分かってました、僕が受けるっていうのは。じゃあその人が応募したってことは、賞金の20万円をその人に。そう、取られましたね。取られたよ。取られたよ。それで言うと70万ゲットできんのに。そうだよ。うわ、あなたもだからそれで言うとお姉ちゃんに。はい、だから僕が東京に来るときに、上京するときに、その引っ越し資金として全部使いました。めっちゃいいじゃん。はい、そうなんだ。グランプリ受賞の瞬間の気持ちってどんな感じだったんでしょうか。どうでした。おー、めっちゃ鮮明に覚えてるかもしんないですわ。なんか、ボロ泣きしちゃったんですよ。ボロ泣きしちゃったんだけど、でその時の様子が YouTube にね、載ってたりするんだけど、もういろんな人にあれ、いじられます。そんな泣いたんすか。もう喋れないぐらい。じゃあもう、口唇プルプル震わせながら、って泣いてて、で、本当に俺じゃないと思ってたから。最終選考会の日は、なんかまあ人生でいい思い出作ろうぐらいのスタンスで受けてたから、で一回落ちたりしてたから、そう絶対ないなと思ってたら、そう急に呼ばれたからびっくりしちゃって。人前で喋るっていうのは別にその時そんなに好きじゃなかったっていうか、慣れてなかったから。あんなにいっぱいお客さんがいる。いや、すごいいますよね。ね、ごめんね、グランプリ受賞の気持ちはとか言われても、緊張もあるし、今やばいみたいなんで全然喋れなかったっていう記憶があります。僕は、まあだんだん他の賞の人たちが呼ばれていくじゃないですか、うん、そして僕が最後まで残ってて、あ、これ、無理だったかなってこう諦めに入ってた時に、エントリーナンバー11番、松本裕樹って言われて、もう頭真っ白になりました。全く喋れなかったです、僕も。あ、もう一緒や、全く一緒だ。いや、でもあの寮のお客さんと事務所関係者の方たちと、うん、審査員がこうバッて並んでて、うん、でゲスト MC の方とかもう隣にいて、うん、めちゃめちゃ緊張します。緊張するよね、あの場面は。緊張しました。2023年でジュノンが50周年を迎えるらしいです。はい、おめでとうございます。はい、で、まあ、次も第36回ジュノンスーパーボーイコンテストが行われるみたいなんですけども、はい、一言ずつということで、ちょっとパパッと行かせていただきますね。そうですね、なんか挑戦したいことがある方とか、僕みたいになんかパッて急なきっかけで
受けたりする人もいると思うんですけども、まあ、50周年っていうね、めちゃめちゃメモリアルなジュノンを受けれるっていうのは、まあ、この先多分50の次は100年になるんで、なかなかいないと思うので、ぜひ少しでも興味ある方がいたら、必ず思い出になりますので、ぜひ受けてみてください。頑張ってください。まあ本当受けてみたら結構思ってもいないような経験ができて、本当に人生が変わるので、僕もそうだったんですけど、その人生経験として一回はちょっとやってみようみたいな気持ちでやったので、だから本当にやってみたらすごいいい経験になると思うので、ぜひ応募してみてください。本当にたくさんのいい先輩方、後輩、同期たくさんできます。楽しい人生になると思うので頑張ってください。応援してます。応援してます。まあ、たくさん多分ライバルが増えちゃうってことですか。あ、じゃあちょっとやめといて嘘です、嘘です。いつか共演できるように僕たちも頑張りますので、待ってます。今これこう来て、こう来て、こう、でもこれもね、時代遅れ。え、マジっすか。これも時代遅れ。今何か知らない。俺今初めて知りました。これは知らない。これフィンガーズクロス。これもキュンだよ。え、あ、ここでですか。そう。いや、ちょっと待って。俺もできないですか。できない。指がうまくいかない。うまい、うまいな、さすがだな。これ、幸運を。